今回の動画は大谷翔平選手衝撃の18号ホームランに敵投手も白旗脱帽するしかない海外の反応ということについて紹介します。今日の試合で大谷翔平選手は今季3度目となる2試合連続弾、直近10試合で5発目となる18号ホームランを放ち、ア・リーグ本塁打ランキング単独2位に浮上。現在1本差で1位となっているジャッジ選手が故障で離脱していることもあり、今季ホームラン王も狙える状態に。また66試合で18本ホームランは年間ペースにすると2022年の34本を超え、2021年の46本に迫る 44.18本になり、3年連続30本、そして2021年46本以来2シーズンぶりとなる年間40本を狙える成績となっており、例年好調の6月通りに打率3割5分2厘、3本塁打8打点、出塁率4割1分5厘、長打率7割5分7厘、オプス 1.172 とバッティングは絶好調の大谷翔平選手。そんな中、今日の18号ホームランのスイングが世界で衝撃を与えているということは以前の動画で紹介しました。また今日の試合ではエンゼルス2対5ビハインドで迎えた5回裏、エンゼルスの攻撃西走者に3塁で登場した大谷翔平選手の第3打席での誤審で、エンゼルスのフィル・ネビン監督は飛び出し帽子を取って、どこがストライクなんだと球審に鬼の形相で猛抗議。あまりの激怒ぶりに退場処分となったわけですが、退場時に球場からは割れんばかりの拍手が巻き起こり、大きな話題となっていることは以前の動画で紹介しました。さて今回、大谷翔平選手に18号ホームランを打たれたマリナーズのブライアン・ウー投手が白旗を上げたということについて紹介したいと思います。ブライアン・ウー投手は2021年ドラフト6巡でマリナーズに入団し、今日が MLB 昇格2試合目の23歳です。6月3日のメジャーデビュー戦ではレンジャース戦で先発して2回を7安打6失点で KO され敗戦投手となりましたが、 MLB 公式の球団有望株ランキング6位と期待されており、平均97マイル156キロの速球とシンカースライダーを主体に組み立てる投手です。そんな期待の新人から18号ホームランを放った大谷翔平選手、このホームランには米メディアで驚きをもって伝えられており、地元放送局バリースポーツウエストの公式ツイッター、疑いなき一発だ、地元放送局バリースポーツウエストでレポーターを務めるエリカ・ウェストンさん、昨日投げていたよね、エンゼルス OB で解説者のマーク・グビザさん、ユニコーンがまたやってくれた、サンタ翔平がお届けします。米スポーツベッティングサイトドラフトキングスに寄稿するジャレット・カラビス記者、内角に食い込んだスライダーも翔平にはクソの役にも立たなかったと評価しています。さて今日の試合後、ウー投手はこの日与えた失点は大谷翔平選手から被弾した2点のみという結果に、何か特別なことをしたわけではないと振り返り、大谷翔平選手からの被弾について、初球は良い球を投げることができた、2球目も良い球だったと思うけど良いスイングをされた、時には打者に脱帽しないといけない時があると清々しい顔で答えたのです。なお今日の試合でエンゼルスは2対6で敗北し、6連勝とはならず今季35勝31敗とし、ア・リーグ西地区5チーム中単独3位を維持しています。なお同地区の他チームの成績はこのようになっています。ちなみにプレーオフ進出条件は地区優勝の3チーム、ワイルドカード地区優勝の3チームを除いた12チーム中年間勝率の高い上位3チームなのですが、エンゼルスはワイルドカード順位で5位につけており、3位とのゲーム差は2と可能性は十分に残されています。さて今日の試合後の大谷翔平選手は66試合中リーグ5位タイの64試合に出場し、投手としてはこのような成績となっています。ウィップは1イニングに何人ランナーを出すかの投手の成績の数値で 1.00 以下だと最高評価、打者としてはこのような成績となっています。オプスは出塁率プラス長打率で計算され、選手がチームの得点にどれくらい貢献できているか、得点のきっかけをどれくらい作れているかの打者の成績の数値で 0.9 以上だと最高評価と、ア・リーグ MVP を取った2021年と様々なメジャー新記録を成し遂げた2022年の成績と現時点の2023シーズンの成績を比較してみるとこのようになり、今シーズンもこれらの年と比べても遜色ない成績を残していると言えるのではないでしょうか。エンゼルス6連勝ならず残念な結果となりましたが、
大谷翔平選手2試合連続となる18号ホームラン、楽しませてもらいました。明日の試合も楽しみに応援したいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。